お疲れ様でーす。無職の朝は早い。そんな感じですね。7時半ですね、今7時半。いやー、愛犬に叩き起こされましたよ。今日はですね、2度寝、3度寝しないでおこうと思って、ちょっとここで時間潰そうかなと思ってますね。それで、10時頃にな、まあ、ずっといないですよ。ずっといないんですけど、家帰ってのんびりして、10時頃になったら今日とりあえずですね、外出ようと思ってますね。ちょっと用事作って、まあ実家の方に行って、まあ二度寝三度寝しないようにしようかなっていう感じですね。ほんとね。ほっといたらずっと寝ますからね。育ち盛りなんで、噛みますけどね。育ち盛りですから。ええー。いや、今日はですね、こうやってボケっとしてたら、やっぱり、無職のこと考えるんですよね。無職って結構批判されるじゃないですか。本当に。だからですね、そう、思ったのがですね、まあ無職を批判しながらも、自分を肯定しようかなっていう、そういう無茶苦茶なこと考えちゃったんですよね。それで思ったんですよ。なんで無職って批判されるかなって言ったら、まあ基本的に国民の三大義務ってありますよね。教育、勤労、納税。これ、教科書で一番最初に学ぶような基本ですよね。この勤労の部分が果たされてないっていうことで、当然ながら批判されるべきですけれども、べきですよ。批判されるべきですけれども、この三大義務について、じゃあ自分はどうなんだって考えたんですよ。それで一つ一つ、ちょっと冷静に考えてみたんですけれども、まずですね、憲法26条、27条、30条ですよね、あれ。で、憲法26条の教育の義務ですよね。で、この教育の義務っていうのは、みんながきちっと平等に教育を受ける権利があるみたいな感じですよね。それで、まあ当然義務教育は私出てますし、まあ教育は受けてるんですけれども、この教育の義務っていうのは、要は子供たちに教育を受けさせる義務っていう意味で、これ親の義務ですよね。だから私はちょっと子供がいないので、この教育の義務っていうのは当てはまらないかなとは思ってるんですよ。で、まあ一番大切ですからね、なんだかんだ言って、教育っていうのが、私もですね、本当に思うんですよ。昨日アップした、その切れるジジイじゃないですけれども、ああいう人たちも、歳をとってイライラして切れるっていうよりもはですよ、むしろ若い頃から切れてた結果として、歳をとったらさらに切れるっていう人が多いと思うんですよね。結構ですね、まあ高齢者も、落ち着いたというか、そういった高齢者多いじゃないですか。消える人って本当に一部ですから、それを考えたらですね、ベースとしてはやっぱり教育っていうのがあるんじゃないかなって私はですよ、そういうふうに感じてるんですよ。で、次はですね、一番問題なのがやっぱ勤労の義務ですよね。ここですよね。憲法第27条、勤労の義務。これ果たしてないですよね。いやー、これ、自分を、この肯定する上では、まあ言おうと思ったらいろいろ言えるんですけど、ただ無理がありますね。簡単に言ったら、今無職の状態で、まあ無職ってもいろいろな人いますよ。その、勤労の義務を果たしていないというか、勤労できない方もいますからね、病気とか怪我で。だから一概には言えないんですけれども、あくまでも私の場合ですよ。私の場合は、こうやって今、その勤労の義務、実際果たしてないですからね。で、じゃあ逃げ口上として、その過去を果たしてたからっていうふうに言うじゃないですか。50歳で会社を辞めるって決めて辞めて、だから50歳ぐらいまでは勤労の義務はちゃんと果たしてんだよっていうふうな言い方はできますけれども、ただ勤労の義務っていうのは働けるうちはやっぱりそれなりにきちっと働かないとダメなので、明らかに自分はこれ、果たしてないですね。で、ここは逃げ切れないですよね。よくっていうか、初期の頃、動画をアップした初期の頃に、
働きクズって言われたことあるんですよね。すごい印象に残ってて、で、その方が言うのがよくわかるんですよね。私がこう動画アップしてても、明らかに病気とか怪我で無職になってるわけじゃないじゃないですか。なんか疲れたなっていう意味で感じ、まあ疲れたなっていう感じで会社を辞めてのんびりしてるんで、それは確かに働きクズですよね。私逆の立場でサラリーマンやってて、私の動画見たとしたら、働けよっていうふうに思っちゃいますよね。まあそれが普通の人の感覚だと思うんですよ。で、実際、その勤労の義務っていうのは果たすべきですから、やっぱりここはですね、私本当考えないとダメだなと思いますね。なんか、個人のことばかり考えて、この社会のことを考えてないですよね、やっぱりね。自分がのんびりできて、こう幸せだったらいいっていう風な感じで今生活してるような気がするんですよね。社会のことを、社会貢献っていうのは正直私ちょこちょこ考えてはいるんですよね、いろんな形で。ただ、やっぱりトータルとしては社会のことを考えてなくて、こうのんびりしてるっていうのが、まあ、事実ですよね。だからそこはな、どうしようかなと思うんですよ。かといってフルタイムで働くっていうことは考えてませんから、まあ要はバイトで貢献するしかないですよね。マイナンバーのバイトしてた頃なんか、ちょうど良かったんですよね。その、あのバイトって本当に社会貢献を感じられるバイトなんですよ。高齢者がすごく悩んでて分からずに、こう問い合わせで来て、それに対応しますからね。で、分かるような人間とか若い人はもうネットで済ませますからね、わざわざ行かずに。公民館とか市役所行かないじゃないですか。だから、ある意味、あのマイナンバーの仕事は弱者に対してきちっと対応できるような素晴らしいバイトだったんですよね。だから、あれは続けるべきだったかもしれないですね。ただ、なんかマイナンバー、これはっきり見てないんですけれども、9月ぐらいまでですかね。なんか延長されるって、これちょっと正確じゃないですよ。何かの記事に見ただけなので、延長されるって聞きましたから、まだ、そのマイナンバーのバイトを復活することはできるなとはちょっと思ってるんですよね。いやー、勤労の義務、これは本当に何とも言えないですね。で、なんとか自分を守ろうって必死になっても、この勤労の義務、ここだけはですね、どうしようもないですね。批判されても仕方ないですもんね。ほんとそういう気しますね。あと、それで三つ目ですよね。教育、納税ときたら、憲法30条の、あれですよ。納税です、納税。納税ですよ。ですよね。教育、勤労ときたら納税ですよね。憲法30条の納税ですけれども、いやー、ここはですね、微妙なんですよ。働いて税金払えよってコメント以前もらったことあるんですけれども、いやー、私的にはですね、この部分は本当に微妙なんですよね。で、こういう発言したら怒られると思うんですよ、多分。でも、あえて言いますけれども、国民っていうか、その、労働者、今見たんですよね。労働者一体どれぐらい税金払ってるかって言ったら、思ったよりもですね、平均的には払ってないんですよ。で、国民のですね、平均の納税額っていうのがですね、今これ上げときますけれども、一人当たりの平均納税額は、68万円なんですよね。まあ、前年と比べると3万円増加したって書いてるんですけれども、10年前は112万だったらしいですね。だから、それを考えたら、かなり少なくはなってるんですけれども、この平均納税額自体が68万ですよ。平均が。で、それを考えたらですね、正直言ってこれすごい品種買うと思うんですけれども、もうすでに、まあ、平均的サラリーマンというか平均的なに働いてる人の平均の納税額っていうのはすでに支払ってるんですよ。だいたい40年ぐらい働きますよね。まあ、20歳から60ぐらいって仮定したら、まあ、25から65でもいいですけれども、40年から45年働くと仮定したらですよ、すでにそれ以上の納税はしてるんですよ。だから自分の中では、
周りに税金払えどうのこうのとか言われても全然響かないんですよね。これってすごい怒られると思うんですよね。その過去にしてたからってどうでもいいって、今しろって納税しろって言うと思うんですけれども、私的にはトータルが大切だと思ってるんですよ。何事も、何事もトータルが大切だと思ってるので、この納税の義務っていうのはあんまり言われたくはないと思ってるんですよね。で、実際これ無職だから納税してないってわけじゃないですよね。こうやって今もトライアル行って買い物すれば消費税払いますよね。で、車こう使って毎日使ってますから、そしたらガソリン税も払いますよね。で、結構物買いますからね、消費税とかも当然ながらいっぱい払ってますからね。そういう意味ではですね、今の無職の状態でも納税はしてんですよね。本当に実際してますからね。だからそれを言われたら結構辛いなっていうのはあるんですよね。よくこれ、私サラリーマン時代から思ってたことなんですけれども、その公務員とか警察の方に対して税金で雇われてんだお前は国民のって、働けよとか文句言う人いるじゃないですか。そういう人に限って納税してないんですよね。納税額少ないんですよね。で、私の周りの高額納税者の友達とか、まあ、高額納税者の知り合いなんかは、そんなこと言わないんですよ。その、税金をさ、国民の税金で働いてんだから、ああ、国民の税金で食ってんだろお前っていうような言い方しないんですよね。なんかそういう人に限って、一般的っていうか基本的にですよ、納税額が少なかったり、納税してない人が多いですからね。まあこれ統計取ってないから何とも言えませんけれども、だからちょっと矛盾を感じるっていうのもありますね。まあいずれにしてもですね、こう私暇ですからね、働いてなくて、勤労の義務を果たしてないので、もう意味のないことばっかり考えちゃうんですよね。だから今日はですね、ちょっと買い物行った後に、まあ、これ卵ですね、卵。この卵を買った後にですね、国民の三大義務、憲法26条、27条、30条、この教育の義務、そして勤労の義務、そして納税の義務、これを考えて、自分は、実際どうなんだろう、無職の今の自分はどうなんだろうってちょっと考えちゃいましたね。まあ、勤労の義務果たしてないですからね、ここですね、ここはまあクリアしないとまずいですよね。まあ本日は以上です。いつもご視聴ありがとうございます。今日は車を運転していろいろ回ってガソリン税払います。じゃあすいません、失礼します。